けど、今日もたくさん笑わせていただきました。はい、もし夢で会えたら君とどんな話をしようか、止まらない愛情のマシンガン、アイブのリフレイン。鏡、これコンシーラーです。コンシーラー、1秒間の幸せもじゅじゅじゅん。今日は大人気、そうなんです、今日は皆さんのお悩みを私が解決ぞろりしちゃおうと思いまして。何の歌、あのハンブレッダーズさんのファイナルボーイフレンドという歌です。今のもし君と会えたら、話をしようか。さあ皆さん、悩みを。せいせい。君の知らない物語のリクエスト神でした。なんかさ、昨日だと思ってたんですよ、勝手にラジオが。だからぴったりやんかと思って、先週ぐらいに選曲して出したんですけど、そうしたら8日だった、1日違ったんですけど、人と比べてしまう癖があります。私もです。人と比べてしまう癖あるんですけど、なんか もうそれは多分ね、直すの難しいと思うので、そう、なんかすごいね、自分を下に下げて、なんか自分ができてないこととかをすごいね、わかる、めっちゃわかる。そう、でもなんかその分いいことも絶対あると思う。なんかその他の人より、他の人と違うところもあるから、そこを見つけれたら素敵よね。痩せたいのに食欲がやばいです。もうね、それはね、もう私結構何回も言ってるんですけど、あの意思です、もうもうね、心自分の意志を強く持つ、ただそれだけです。本当に根性です。憧れの人とか目指す人とかいた方がいいのかな。私憧れの人はいるけど、なんかこの人になりたいみたいなのは思わないかも、あんまり。なれないからそう。でも憧れはいっぱいいます、憧れの方はたくさんいます。握手会があれば痩せれる気がするどういう理論ですかめっちゃいいじゃないですか、それは。毎日握手会しなきゃ。
挫折した時に回復する方法風はなんかすごいね、去年とか一昨年とかが結構挫折したことがあって、なんかその時はなんか人に話すのがすごい苦手なんですよ、悩みとかそういうの。なのでフーはフーノート大好きなんですけどすごいよくフーノートってよく言うんですけど、フーめっちゃ書くんですよ。なんか人に言葉にできなくて、なんか単語単語とかで書きます。だからそうなんですよ、なんか言葉にするとうまく伝わらないんですよ。なのでなんかノートにすごいなんかこれが嫌だったとか、これがダメだった自分はとか、こういう風になりたい、日記というわけで、あ、そう、日記じゃない、なんか一時期バレットジャーナルっていうのがあって、なんかどれやったっけな、どのノートやったっけ、これか、なんかバレットジャーナルっていう日記の書き方があるんですけど、それが好きに、なんか例えばなんですけど、ここか、こうなんか大きく月ごとの目標を書くんですよ。なんか何月に、例えばフー、これ去年のなんですけど、7月のバレットジャーナルのログみたいなのが残してて、それ7月だったらなんか資格取りたいと思ってて、まあ、その資格の検定に落ちたんですけど最近そう、その資格をどれ取るか決めて勉強するっていうのを7月にやる。で、何が欲しいとかも、どこどこのお財布をゲットするとか、そういうのでもいいんですよ本当に。どこどこのご飯食べに行くとか、あ、そう、落ちた、でも気にして頑張ります、またそうなんかどこどこのご飯屋さんに今月中に絶対行くとか、誰々と今月中に話すとか、そういうのでいいんですよ。で、8月とかにはなんか親友のボンちゃんっていう仲良しの子が8月誕生日なので誕生日プレゼント買いに行くとか、そうで、この時期に復帰発表があったので、ここに復帰発表で言うこと話す内容を決めるとか、9月は公演初日があるのでレッスンとかをなんか月ごとに決めて、でその次に7月のなんかこう内容があれなんですけど、なんか7月1日差し替えたずって書いて、下の方は書いてないんですけど、なんかこの日やなんかやる予定みたいなのを書くんですよ。で、そう、箇条書きとかでも全然いいんですけど、で日記を、これ7月12日の日記はこんな感じ、ここにタスク、このこれ今日やることっていうやつで、このバツができたことで、このこれはなんか持ち越しですね、次のまた次回に持ち越しっていう合図なんですけど、そう、これを毎日書いてましたね。こんな感じこれをするとめっちゃなんか自分の考えとかまとまったし、その時はすごいおすすめ。そう、何気ないことも書きます。ちょっとあのさ、冷房つけるわ、熱い今日。自分の感の幸せも逃したくないから、迷惑じゃなければ。広島暑い、そう、広島今日すごいカンカン照り。そんな感じ。さあみんな、私に悩みよ。メガネかけよう。ボーダーの T シャツ、これはね、無印良品の
シャツです。無印良品大好きです。色違いは、そうなんです、赤です。なんか本当にご飯ですよみたい。1秒間の幸せを逃したくないから。働きたくありません、どうしたらいいですか。え、働かなければいいんじゃない。違う違うかも僕がジジイ、君が、そうそう、ニート、ニートしましょう。いや、ニート、でもあれですよ、将来困らなければいいと思う。働かざる者食うべからず。おお、その通り。ん？物理的に履けなくなったズボンを捨てられません。それはちょっとあれだよ、痩せよ物理的ってどういうことだ。あ、壊れたとか。で、思い出があるなら。で、フーは捨てるかな。思い出、でも思い出あったら捨てへんのかな。服に思い出、え、どうなんやろう。服ってでも捨てたりしないですよね、あんまり。いとこにあげたりします、結構。外出するとき眼鏡かけることある？あります。あの、コンタクト、朝とかはコンタクトするの嫌なとき多いので、そのときはする。ふーちゃんにニートだと思われてたこと多分ずっと忘れません。おもろい。そう、握手会ですよね。そうそうそう。ニートだと思ってた人がいて、え、すごい驚いた気を覚えてる。すっごい驚きました。仕事でっていうワードが出て。だったの覚えて。そうそうそう、ちょっとこっちがうまくいかないな。ツインテールじゃない、三つ編みです。おさげとツインテールの違い。え、ツインテールは三つ編みをしない。なんかツインテールはここじゃなく、この部分がないですね。こっからもただただ結ぶ、髪を縛るだけです。こういう時に悩みが思いつかないのが悩みです。いいんじゃないですか、悩みないことが。でも悩みないのが悩みみたいな言う人もいますよね。悩みか、
ぱいあるな。でも風悩み、ふーちゃんの今一番軽い悩みは、今一番軽い悩みは何ですかね。今軽い悩みはなんかふー多分さ寒暖差アレルギーかもしれない。なんか寒暖差アレルギーっていうんですかね、なんかお風呂上がりとかすごいなんか湿疹みたいなが出るんですよ。そうそうそう、アレルギーじゃないかな、なんかよくわからないですけど、そう全身に発疹みたいな、湿疹みたいな、そうそうそう、それがちょっと最近の悩みですそうなんですね。何でやろうと、病院行かないと。うん、そんぐらいかな。みんなの悩みは？パワー送るね、ハートで、かわいい、ありがとう、パワー届いたハートって、かわいい。現場復帰したいからいい建前を教えてください。会わなきゃいけない人がいるんだ。ちょっと建前が分からなかった。建前ってなんだ？最近競馬がかすりもしません。競馬って難しいんですね。なんか霜降り明星さんの YouTube 見て思いました。あ、本音の逆か、建前って。人を好きになるにはどうすればいい？人を好きになるには？どうすればいいんだろう？いっぱい話す。何にも興味が湧かないのが悩みです。マジで辛いです。どうせ何にも興味が湧かない。なんかさ、誰かが言ってたんですけど、なんかテレビで見たのかな、なんか続けてたらなんかおもんないなとか思いながら続けてたら意外とハマったりするみたいな言ってた気がするから、おもんないなって思いながらちょっと続けてみるとかは、ちょっとの間だけやってみる。そしたら意外とハマるかも。身の丈に合わないことは無理しない方がいいのかな。
身の丈に合わないことって何ですかね。自分がしたいと思うのをする。それが良いです。ふーちゃんが勉強するみたいな感じかな。 W なんてこと言うんだ。怒られた時に立ち直るためには、なんだろうね。でもなんか物によりますよね、怒られる種類なんか怒りの種類だと思う。なんかさ、愛のある怒りとさ、みたいななんて言うんですか、理不尽な人だみたいな怒りってあるじゃないですか、たまに。それによって全然気にする度合いが違うと思う。なんか愛のある怒る人ってきっと多分自分の 近い人だと思うから、なんかそういう人の意見は絶対聞くべきだと思うし、取り入れて、あ、直そうとか思って頑張るけど、そうじゃない人とかはなんか風はピューンってスコーンってさよならって抜けていくタイプですね、結構。答えが出ないことを考えて悩んでしまいます。風も大好き、そうやって考えるので、ずっと答えてないんですよ、うん、でも考えるの大好き。楽しいです。なぜふーちゃんを好きになったのか、答えは見つかりません見つからないんですか気づかれとかする、する、疲れやすいです、結構。ふーちゃんみたいな時間かって言われすぎて嬉しい。偏頭痛とかなりますか。なります。雨の日とかもそうだし、なります。ご飯ですよ、食べたくなりました。ここへご飯ですよ、ご飯ですよ。メガネ、ぐっすり寝るいい方法教えて。私も聞きたいんですけど、お医者さんお医者さんに相談する。自分の将来像がなすぎて不安。同じく今を生きてます。でもふう、まあなんとかなるかなって思うんです。そう、あ、確かに。でも枕変えてから寝れるわ。低反発なんですよ、めっちゃ。もうバーンってなるくらい、それがめっちゃ風に合ってた。
たくさん可愛いメンバーがいて DD になりそう、どうしたらいいの？え、DD になる。DD になる。そうです。DD になるっていうのは。すごい心の強い人だと思うんですよ。だって絶対当たりが強いメンバーもいると思うんです。あなたが DD になることによって最初好きって言ってたメンバーもいると思うし、その一番最初のメンバーからしたら、なんでみんなのこと好きって言うの、私のこと好きって言ってたじゃん、なんでそんなこと言うの、悲しいっていう気持ちになります。まずでも新しく好きになってくれた、例えばふうのこと好きになってくれたとして、いや嬉しい、好きになってくれた、嬉しい、これから仲良くしたいですってなるじゃないですか。人間関係って難しいんですよ。DD の人はすごい一番大変だと思うな、ふうは。心臓だからふうちゃんがなるわかんない。フーだけ知ってればいいんだよ。じゃあ俺はフーちゃん倒しだよ STU で。そう出た、みんな言うんだよ、みんな STU ではフーちゃん好きだよ、 STU でフーちゃんが推しんだよ、 STU ではフーちゃんが一番かな、なんじゃい。なんじゃい。そう、私とか本命じゃないんですよ。なんかよく最初の初期の頃は2番目の女でしたね。悲しいです、とても悲しいです。ふーちゃんしか見えないの、好きです、嬉しい。でもふーなんか思うんですけど、みんなが楽しかったらいいんだよ、もうそれで。結局はちょっとムッとするけどなって感じです。そうです、ムッとするのはあるけどな。でも思うんですけど、なんか多分皆さんが思ってる以上に私結構ツイッターとかめっちゃ見てますよ。そうなんです。なんかふーちゃんあんまツイッターとか見なさそうとか言われたりするんですけど、なんか常にツイッターの検索のところにハッシュタグやぶこメールとやべっせは常に入ってます。キャだってキャじゃないよ。そうですよ、なんか監視してるつもりはないんですけど、なんかそっから遡っていったりできるから、遡ったりってあれですけど、そうそうそう、ハッシュタグ喜べる、見てます、見てます、みんなからのメッセージ。しかもなんかメンバーのツイッターとかめっちゃモフさんもすごい思うんですけど、メンバーのツイッターのリプランとか見るんですよ。暇人かよ、うるせえ。うるせえ、暇人だわ。なんかリプランとか見たらなんか
すごいさ、誰のツイートにもさ、まるまるちゃんが一番可愛い、まるまるちゃん神、なんかもうやられたみたいな、めっちゃ何回やられんねんあんたはみたいなもう人もいるんですよ。そういうの見るのは結構好きですけど、そう、眩しすぎる、ほんまかいなそうですよ、見てます。だからいいねしたおって煽りたいんですよ。 STU ねちょっといいね禁止なのでできないんですけど、いいね一瞬つけて消そうかなとか思いますそう、通知だけ行くよ、行くやつそういいねダメなんです、通知だけ来る、ふーちゃん見てる みんなの悩みを聞きたいんだっていうわ。もうフーがこんなこと言うつもりじゃないんだよ。リプ編は許可制、そうそうそう、リプ編は許可制です。明日のお昼ご飯パンがいいかな、おにぎりがいいかな、おにぎり、おにぎり食べたい。解決した。冷麺買ったんだけど具材どうしよう。氷、明日は何時に起きたらいいかな。昼、みんなの解決バサバサ切っていく。今アイス食べたいけど我慢した方がいいかな。我慢絶対。あ、でも別にダイエットしてないなら食べていいと思います。サンドイッチ何挟む？え、なんかさ、海外のサンドイッチってさ、ハムとなんかツナといちごジャムみたいな組み合わせあるじゃないですか。あれ食べてみたいんですよ。そう、なんか合うんかなと思って。でもめっちゃ美味しそうに食べるじゃないですか。食べてみたい。あれ、え、そう、卵とか、食べてみたいですね。ラーメン食べたいね。その組み合わせまずそうまずいかな。食べてみたいです。僕は頭良くなれますか知らんなれるよきっと頑張って。生ハムメロンできる、あ、そういう感じなんかな、言うと思ったそうですね、厳しい、そう、厳しめよ、私のお悩み相談室厳しめよ。
人はなんで生きてるんですか。なんでやろう。死ぬから将来生きるしかない。プレステ4今買うのはもったいないですか。F4 もずっと渋ってるんですけど、でもプレステ5絶対買いたいので我慢します。コンタクトレンズが怖くて、あれですよ、なんか無になるんですよ。でなんか遠い景色を見てこれを見ないんですよ。あります。なんか伝わりづらいですね。そうそうそう、今からたまごっちは遅すぎですか。いいじゃん、かわいい、この機械のやつ。プレステ4は壊れて妹のボーイフレンドに借りてやってます。どういう状況？妹のボーイフレンドにプレステを借りてるんですね。すごいな、カオスだな。仲良し。素敵。鬼滅をこれから見るのは手遅れですか？いや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 、全然手遅れじゃないですよ。私も鬼滅じゃないけど、なんか昔のアニメとか見てなかったやつとか見てます。二次元が好きすぎます。同じくです。私も多分ね、三次元で生きるより二次元で過ごしてる方がすごい、なんか日常はねすごい楽しい。今日あれですよ、リズルやってるんだよ23時。あのアベマでさ、広島やらないんですよ、あのテレビで。そうだからアベマ TV で23時から今日配信、でもちょっと配信してるのでやってるんですけど、うん、そう見る後で。夏アニメ、そう、あれめっちゃ楽しみ。日本沈没、リゼロ、やばい。急にオタク特有の早口。そうなんですよ、感服です。かわいすぎる。でもスバルくん、なるほど、スバルくんはやっぱりすごいです。感服です。もうかわいすぎますよね。ええ、マニキ始まったね。ええの消防隊マニキ始まったね、楽しみ。俺がいるリゼロ CEO 永遠とか、え、こんもうに最高、幸せです。え、今期やばいです。なんかアニメ好きじゃないって方もたくさんいると思うんですけど、アニメ見たことないとか、私の友達もなんかアニメのなんか、まあリアルじゃないからさ、それは二次元なので、なんかさ止まったりするじゃないですか。こう、あー、この口のままアニメってセリフ喋るじゃないですか。なんかそれが無理みたいな友達が言ってて、地元の子なんですけど。だから漫画はいけるけどアニメは
なんか見てられへんくて10秒スキップめっちゃしちゃうみたいな言ってる子がいて、そう、でもすっごい、そう、私もそんな気にしたことなかったんですけど、もうそうやって思う子もいるんやって。なんか漫画は自分のペースでなんか面白くないとことかバーってバラバラバラって読んだりできるけど、なんかアニメってこう見続けるのが多分苦手なんだと思う、その子は。もったいないなってちょっと思います。あ、でもあれも見終わったんですよ、イテウォンクラス、流行りの流行りのイテウォンクラスも見終わったんですよ。皆さん見ました？イテウォンクラスっていうネットフリックスの限定のやつなんですけど、韓国ドラマなんですけど、イテウォンっていう場所を舞台にしたドラマなんですけど、なんかすっごい人気らしくて、日本中で今めっちゃ話題やったらしくて、ちょっと遅れて入って見たんですけど、面白かった。でもなんかカンドラって記憶喪失系めっちゃ多いんですけど、とかなんかめっちゃチッ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 っていうシーンとかも結構あったりするんですけど、それはなんかチッ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 もなんか全然なかったし、記憶喪失もないし、事故はまあめっちゃあったんですけど、事件とかなんか今までのカンドラと全然違った。でもなんかチッチッチッのレッツが好きなんですよなんかフォーってなりたくて、ふう、そう、そういうのも結構好きだから、次は愛の不時着を見ます。愛の不時着っていうのは結構キュンキュン系らしいので、あのキュンキュンしようと思います。次から指の間から、そう、チキンチキン、あ、50万だ。ギルティの続きの、ギルティめっちゃ面白い、今ドラマでやってるやつね。30位がヨピゾーさん、29位がミルク、毎週水曜のラジルラジルが習慣化した、嬉しい。28位がロングソード、27位がただし、26位がマスヨシ、ふーちゃん今日も顔面最強、25位がマサシ、24位が長谷川さん、23位がディネ、1期はふーちゃん欲しい1期はふーちゃん欲しい、2期はサラピでしょ。22位がカナリア、21位がおかずさん、20位がケイさん、19位がデュアントさん、18位が奥行きさん、17位がナサカーさん、16位がドリン、ふーちゃんお悩み相談ズバッと回答してちょっといやいや、すごい楽しいです。15位がポリコン、ふーちゃん推し、ありがとうございました。14位がマサハル、ふーちゃんなぜ今日もワイ好みなんや、気になるありがとう。13位がサリオさん、ふーちゃんと初対面が待ち遠しいです、私も楽しみにしてます。12位がテリーピーさん、ありがとうございます。11位がとしきさん、ヒッピーさんのヤブー呼びなんか好きそう、ヒッピーさん今日からヤブーって呼びます。10位がドンパンダ、お悩み相談お疲れ様、不老しですよ、さすが。9位がしんさん、明日から食欲に勝ってふーちゃんに愛伝えに行きます、待ってます、頑張れ。8位がアキアキアキーさん、アイドルありがとうございます。7位がカズユキケイケイ、ふーちゃんが一番だよって言ってみる、一番ってことは大好きです。6位がナノ、ありがとうございました。5位がセティンさん、過去はどうあれ笑、今はふーちゃんが一番好きですすごい、みんなが言ってくれる、言わせたみたいですね、ふーら言わせちゃったみたいだ。4位がともき、やっぱり笑顔のキャピキャピしてるふーが大好きありがとうございます。3位がリピピ、やっぱメガネ可愛すぎるな、メガネありがとうございます。2位がレン、やぶこだきありがとう。2位、そして1位がテンポイントジュニアさん、イエーイ、1位ジュニア
テンポイントジュニアさん、ありがとうございます。やったね。1位はテンポイントジュニアさん、ありがとうございます。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。明日も平日ですもんね。木曜日ですよね。明日も木曜日、頑張って頑張って頑張って明日は、そう、明日私オフなんですよ。オフなので、今日は夜更かしちゃって、はい、またメールします。明日何の動画見ますか、何にしようかね、メールするね。はい、じゃあまた明日配信します。バイバイ、明日も頑張ってね。ワイも頑張ります。ワイは頑張らないかも、明日、嘘、頑張らないかもしれないけど、はい、バイバイさよなら、また明日。